はい、それではこれから2月18日に迫ったブレイキングダウン11のオーディションを開催していきます。お願いします。お願いします。あと10秒ビクトリーが行く。飛びだ、右ストレート、ライトも経験してきました。ジャッキーバスターでフック振る、倒れた、どうかダウンか、ダウン、終わりました。今回ひな壇とは別でブレイキングダウンではおなじみの選手にも、来てもらってます。オーディション参加者たちの登竜門的な存在で、まあスパーリングとかお願いできたらなと思ってます。お願いします。ではオーディションを始めていきたいと思います。りょうたって言うんですけど、俺に勝ってるわけです。はじめまして、ワンベイビーランダーエイタ。何やろ、謝罪をしにここに来ました。チョコボール、チョコボール、スダリをぜひここに呼んでもらえないですか。首相撲界の膝蹴り、これはもともとね、和製ディーゼルノイルだと思ったし、そうリッチーガイジー、あんたのやるためにやってきてるんだ俺は。変わってこい、変わってこい。負けたらじゃあ眉毛も頭も全速でやりますか。眉毛も頭も全速でやっちゃおう。お前見とるんかい、これ出てこいよ。それで言うとな、ちょっと鼻につくというか、1、2分でいいよ、喋らせてもらえません。じゃあ、最初のグループの方お入りください。一番端っこの方から自己紹介と肩書き、またなぜこの場所に来たのかをお伺いしたいです。K-1 から来た野田葵です。K-1 200金払ってまでブレイキングダウンで応募してきたっていう。富澤とか、なんであんなレベルで強いとか言われてるんだろうなと思って。まあ、ほんまは富澤とやりたくて来たんですけど、こん中やとなんかできそうなやつおらんし。西島君どうなんですか。なんかちょこっと見たことあるんですけど、僕は野田選手知ってるんで、前回もクラッシュ出てましたね。 K-1 甲子園チャンピオンになってるんだね。 K-1 甲子園は55でチャンピオンになりました。もう結構西島君的にも美味しい相手というか、はい、これからプロで、ね、活躍したいって言って、ね、ライズ見せてるんで、ここで倒したら相当すごい相手だから、はい、西島選手って負けたことないですっけ。ブレイキングダウン、ブレイキングダウンないです。負けたことないのって感じ。じゃあこれ瞬殺して富澤っていうイメージで。ああ、それはできるだろうね、はい、瞬殺したら。もし勝ったら今後ベルト狙ってってもいいんじゃない。じゃあ、お願いします。仕上げてるじゃん。
その相手に対する怖さとか緊張とか、その負けたらどうしようっていうのはないけど、そのやっぱ見られなくなるのが怖い。一番嫌なのがそのいっぱいおる選手の一人なるのが嫌で、じゃあもう知名度取りに行くわっていうので来たっすね。正直相手なんか誰でもよかったんで、僕、まあ、試合見てもらえば分かると思うんで、まあ、その上あんな地味なやつが強いって言われてるなら、まあボコボコにしたらみんな自然と分かってくれると思うんで。じゃあ返り討ちにしてもうブレイキングが出れなくさせてやりましょうか。まあなんか K1 甲子園で優勝したって言ってなんか言い切ってるみたいですけど、まあ初戦 K1 甲子園ですから、まあ過去の栄光になんだろうすがってんのもいい加減にしろよっていう。はい、次の方。あれ、ランダイタ選手ですよね。はい、後期と戦った、はい、ランダイタはもう本当めちゃくちゃ強いです。あの2回戦った亀田後期兄ちゃんの方と2回やってます。結構あの判定が物議を醸した試合ですよね。まあ、実績も含めてとても強いんですけど、今このグループ内にいないんで、あの虎之助の部屋あるじゃないですか、そっち側に行ってもらえますか。うん、いいね、とってもいいと思います。次の方。三重県から来ましたサイキングと申します。地下学で、40戦やっとって、30勝で、30勝のうち20回が KO してます。で、まあ、全部1分以内で KO してるんで、まあ、ブレイキングダウンの戦い方にこう合っとるかなって思います。まあ、やりたい相手って言ったら一人だけ目線外さへんだこいつやりたいなと思って。できる？俺は男やったら自分よりもでかい相手、強そうな相手倒して。ああ、めっちゃそれは分かりますね、僕も。それでなんぼやと思ってるから、うんうん、めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃなんもなかった俺もやりたいけど、今回じゃないなって感じ。俺も復帰戦やろ。1年間試合してなくて、まあ、帰ってきたって感じで、それがこの見知らぬあなたっていうのもなんかちょっと、うん、ごめんねって感じなんやな。彼だけ残したらいい、うん、よくない？そうしようか。こう実績もあるし面白いから、あのちょっと考えたいから、今日このもうちょっと時間大丈夫？はい、大丈夫です。じゃあこのブロックは以上です。いや疲れた。今回のオーディションも結構面白いやつ多くて盛り上がりそうだね。そうっすね。いやいや、あれ、ミクル何やってんの？ん？あれですか？これ見学っす。マジで？最近僕ミクルって名前で始めてハマってるんです。やってんの？これは奇遇だよ。奇遇？俺めちゃくちゃやってんだよね。マジっすか？見学でしょ。はい、もう俺もやってるよ。なんかね、今回から、うん、5000万円分のお年玉キャンペーンやるらしいですよ。うんうんうん、マジか、またそんな大盤振る舞いしてんな。これはもうぜひ一緒にやんない？俺もゲットしたいわ。いいっすね。うん、やろう。お年玉キャンペーン実施中。天国今すぐインストール。はい、じゃあ次のグループお願いします。おい井上、おい井口、お前俺とやろうぜ。やれ。足折っちゃったけど大丈夫ですか？
椅子の顔面踏んづけられたんで俺足を折りましたけど今大丈夫っす。あれ今自分の足折られたいやポキッとはなったけどまあいいや続行するんだ俺話してやったらてめえ殴り合うと思う。後で病院行けよ。大丈夫っす。じゃあ橋の方からお願いします。はい、ターゲット渋谷から来ました大です。まあ、前回ブレイキングダウン10でやろうなプロ対抗戦でユーラ君とやらせてもらったんですけど、まあすごい強くて、まあ、この間プロの興行でもユーラ君試合して格上相手に逆転 KO してて、僕もこうユーラ君とまた再戦したいなっていう気持ちがあって、まだこうすぐ再戦できると思ってないんで、まあ外エボ選手とやりたいなと思ってて、まあ僕のチームの先輩が負けて、まあそのプロで外エボ君が試合やってるのも聞いてて、まあ、盛り上がる試合ができるんじゃないかなって思ってて、別にやる意味はないと、なんかやりたいとは思わなかったです、まあ、シンプルに。誰かやりたい相手いるの今回？今回ちょっとひな壇に現役のプロ格闘家が一人いて、ジャキさん、まあ、ミスターブレイキングダウンの川島さんに豪快に勝ったじゃないですか。フック振る、ジャキさんライトもライトも経験してきました。ジャキさんがフック振る倒れた。まあ、見てる視聴者の方も本当に楽しめる殴り合いできるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。体重違うかな。体重何キロでしたっけ。この前75で。何キロだっけ。自分は68ですけど体重はあんまり、はい、まあまあ無理ないところで外山君がやりたいって言ってるんで73とかでも全然いいんでしょ。僕はもう、はい、合わせます。あ、全然大丈夫です。結構面白いですね、これ。面白いかも。まあ、普通に面白いんで、試合決定しますか、じゃあ。じゃあ、次の方。八王子から来たタイガです。人生変えに来ました。で、この前じいちゃんが亡くなっちゃって、どうしても墓参りにいい結果を持って行きたいんで、で樋口お前俺とやろうな。なあ今足どうなの。いやポキってなったけど2月っすよね。あれ大会いけるっす。痛そうじゃん。やろうな樋口てめえお前。それでいいっす。俺画面踏んづけられた歯折られて。え、何やったんすか。アンクル。アンクル。膝引かれてるでしょ。それ俺だって歯折られてるんだよ。ごめん、まあいいや、やってるわ。2月な、2月やろうな、お前な。え、痛そう。お、待って、お前危ねえ。やめろ、今までタンボだよ。おい、すげえ、こらおい、さすてひぐち、マジお前2月やろうな。あと、金ねえから治療費出せ。試合決定しておきます、じゃあ。あ、握手ならいい。もうそれだけですって。2月な、な、2月な。じゃあ次の方、はい、どうぞ。大阪来ました、下院社の弟、スーパー炎上空手家の吉木丸です。10オーディション来させてもらって、スパーリング、3人の運営の方見てもらったと思うんですけど、まあ、20秒ぐらい KO したんですけど、ちょっと流れちゃって、まあ、こんな横のなんか似たような感じの人とかなんかようわからんのはほっといて自分出させてもらったら確実や思うんで。彼強かったじゃないですか。強かった。で、まあ大君だっけ、はい、は本戦出したいなと思ってて、はい、で、さっきのブロックで結構強そうな方が地下格三冠でしたっけ。はい。2人ってできますスパーリング。あ、全然大丈夫ですよ。勝者が大君って本戦戦うの どうかなと思ってて。あ、面白いと思う。楽しみです。はい。
よって1分ワンラウンドだから離れる。はい、いきまーす。はい、はい、ブレイク、はい、離れて、はい、はい、ストップ。もう1ラウンドっすね。はい、もう1ラウンド30秒。はい、はい、承知しました。はい、行きます。はい、はい、行くよ。はい、攻めるよ。はい、はい、離れて、はい、ブロックをつけてよ。どうすか、俺たちが本当に同じぐらいだ。はい、取って、はい、離して、はい、離して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 、お互い、お互い離す、ゴー、ゴー、はい、そう、そう、はい、難しいな、これ。どうします？どっちも使ってもいいレベルの強さ。レベルがすごい高いな。ちょっと勝負つかないんで、2人とも本戦確定するんで、ちょっと待っててください。どっちとやりたいですか？僕、青の方がなんか強かったかなって。あー、じゃあまあ、どっちが勝ったか分かんなかったですけど、僕はこっちの方が強いと思ったんで、まあ、正直何ラウンドもやってたんですけど、はい、まあ、俺だったら1分で、1分持たないよ。あ、また前みたいに寝かせたりますわ。頼む。はい、試合決定で。はい、やろう。まあまあ寝る準備しとってや。プロ対抗戦のプロ側で出とってやられて、またよう出てきたなみたいな。逆になんかまたもう一回派手に倒して、上塗りじゃないけど、まあ、あいつアッパやからあんま分からんそうっすけどね。お前読みにくいから感じ、負けたらせめて解明せえ。第 DAI、 もうそれでええわ。まあ、正直、まあ、スパーリング見たんですけど、まあ、僕がいたったら1分持たないと思います。無事に帰れると思うのよ。1分以内で倒してやるから、最速 KO で倒すわ。じゃあ次の方。高校の時に柔道日本一になりました、有馬雄星です。柔道を生かして MMA でライジンでチャンピオンになりたくて、まずはブレイキングダウンから有名になって、とりあえず MMA できるやつぶっ倒したいんですけど。樋口くんぐらいしかいないか。はい、樋口くんってやりたかったんですけど、なんか先にでも怪我しちゃってるみたいなんで、もう僕ができたらなと思います。まあ、僕の方が彼より面白い試合できるんで。僕の方が日本一になったんですか、本当に？あ、はい、インターハイで73キロ級で優勝してます。それすごいね。普通に見てみたいですね、こういう選手を使わないと。うん、柔道日本一だったら興味はすごいありますね。必死こいてライジンチャンピオンになって、そのうち UFC でも勝てるぐらいの選手になりたいと思ってます。そう言ってもいいぐらいの実績なんでね。本当に柔道のインターハイってレベル違うんで、なんかね、毎回その喧嘩で試合が決まるっていうのもおかしな話だし、まあ、樋口くんはこう実績もあって強いんで、
ここで試合組んでも面白いかなって、うん、客観的に見て。じゃあ試合組みますか。MMA で見たい。MMA ルールで、はい。MMA でお願いします。お願いします。いずれお前は俺とやれよ。いずれな。こういうこともありえるね。だからまた後々お前俺とやろうな。あいつ面白いです。お前、ちょっとチャンスあげてもいいです。面白いです。スパーリングできないですよ、多分。だって足痛いんだろ。痛いです。他じゃダメなんですよ。ブレイキングダウンじゃなきゃ。気になるやつを呼び出し、やっちゃっていいってやる気あんの？本戦の相手を自ら決める。いや、虎之助、1、2分で喋らせてもらえません？レオ、出てこいじゃ。こいつらの標的は、あコストを打ち破り、実力を示したのが虎之助です。うわ、入った。ちょっと待って、すごいな。なんか一人ヤバいのに、まあそれ置いとこうかと。ちょっと心配なんです。なんでやねん、大丈夫やろ。アゴマスクって中学生かよ。隅だけっすね。ウリタアツシに恨みを持つ男、イエスです。ウリタアツシ、ウリタアツシ、あ、ウリタ、ん、ウリタジュンシ。何も分かってないやんこいつ。絶対適当やん。まあ、前回、まあ、理不尽にぶん殴られて、まあ、理不尽なことしてからちょっと、まあ、ゆくゆくやってるってだけですね。ウリタさんとすぐにできないっていう、まあ、とは思ってるんで、まあ、調子に乗ってるあのクソガキ、まあまあ付き添い2期。おもんなない普通にこいつ。けどちょっと不思議よね、なんで今12月やろ、うん、12月でタンクトップやろ、うん、結構今もう冬ですけどタンクトップ寒くない？寒いけど IWGP のキングをイメージして。おお、久保塚ですけど。そう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 、なし、いらん。令和のカリスマです。これってこの前やってたあの裏で誰か見てるやつですかね？そうです。あ、そうですか。見てます、3人見てます。令和、お前見とるんかい、これ出てこいや。あ、レオ氏名ですか？レオです。仕事は何をしているんですか？仕事は会社経営させてもらってます。ほうほうほう。レオ、お前憧れるらしいな、起業家。見せるぞ、お前みたいにこのパチモンちゃうぞ、ネックレス。一回サングラス取れって言ってみて。サングラスって取れます？はい、アウト。ドーン。陰キャやな。レオが、溝口さんそれなりにお世話になってると思うんですけど、溝口さん本出版されたじゃないですか。はい、はい、その出版された本僕ちょっと買ってきたんですよ。これ50冊50人分買ってきたんですよ。50冊？はい。いくらぐらいになるんですか？まあそんなん何でもいいんですけど、お金じゃないんで、まあお金じゃないんでここだけ見せましょうか。お金や。お金もろに俺買いました言うてるやん。お金や。82,500円。はい、ほんと50冊ですね。はい、まあみくるさんにも、僕、ミクロさんまだブニールされとってるじゃないですか、ブランドね。はい、ルームクッション、これも50個買ってきたんですよ。うわすごい、22万6000円。はい、これ買ってきたんですよ。こういうのマジいらんねんな、媚び売りやん、ただの。もう動画にもお金かけてるんで、自己紹介の。はい、3桁行ってます。きしょい、行った方がいいんじゃないですか。呼び出して芝居的、呼び出すか。じゃあお前、起業家になりたいらしいな。なあ、先輩が教えたるわ。スワグ1はな、入り口からな、遠い、偉い人がな、遠いとこに座んねん。分かったか？まあ、ええわ。お前、溝口さんお世話になったらしいな。なあ、これ、明細見んか。
はい。もう俺にやりに来てんねやろ。誰やねんこれ、関係ないやろな。お前のお世話になったおかで。だからなんやねん。いやだからこんなん出れると思ってるの。え、甘いなお前。お前教えたるわな。お前起業家なりたいやろ。起業家は決断力や。今すぐ決めることが大事ない。すぐ決めることが大事ない。じゃあお前に来いや。え、来いや。何がやねん。喧嘩しに来いよ。おい、これそうだ、いや。今すぐ決めろ。おい、お前今すぐ決めろ。俺が一応守るやろかい。なあ、経営者はな、なりたいやったら今すぐ決めることやな。決められへんのかい、ガキや。こいや。教えたるぞ。お前みたいにこれパチモンちゃうねん。お前それシルバーやろかい。なあ、ホワイトゴールドちゃうやろかい。こっちイエローゴールドとダイヤモンドだし。なんでもええけどよ、これクソガキや。誰？お前すぐ決められへんのかい。お前そんなんだ。お願いします。はじめまーす、はい。さっきで。こいつ俺めっちゃ嫌いやねんな。え、ほんまになんか、きしょい。せめて理由あれ。ここの場はなんとなくわかりますか？いや、全然わかんないです。あ、なるほどなるほど。はい。まあ今、ある方が見てますと。はい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 。で、それはおそらくさきとさんがやりたい相手なんじゃないかと。それで言うとちょっと鼻につくというか。ほう。なんか、いますよね、溝口さんのなんか月人みたいな、ちっちゃい子レオ君、はいはいはい、鼻についててもしゃあないなと思うんですけど、はい、見ててね、ああいうなんか生意気なね、ああいう子が世の中に増えてほしくないなっていう。でもここでちょっとね、試合もしできるなら学ばせてあげたいなと。なんでこいつが上からなんか分からんねんけど、俺が選んであげんねんでっていう。最近ちょっと怪我してたんで練習してたんですけど、まあいらないですね、レオくん。あ、もしレオとやるならいらないですね。正直なんかそのブレイキングダウンも今回11で最後にしようと思ってたんですけど、はい、はい、まあその相手レオかと思うんですけどね。正直最後の相手レオかよと思うんですけど、まあでもまあちゃんと学ばしてやろうかなと。こいつはまあとりあえずまあ呼び出ししてなんでそんな上からなんかっていうのとか、とりあえず俺が教育してやろうかなっていう。こんにちは。ねえ、なんやねん。まあ僕、まあ今回でブレイキングダウン11で最後にしようと思って、まあ今回ねオーディション受けさせてもらったんですけども、まあまずこの企画に出ると聞かされてね、うん、俺の最後君かと。いや、まあ、別に決まってないけど。決まってないけどね、うん、まあ、物足りないなと思ったけど、君みたいなね勘違い坊や、うん、まだまずに来ましたね。ちゃんと喋れよ、語彙力ないじゃん。だからそうやって暴れることしかできないでしょ。でも俺お前のことめっちゃ嫌いねん、ね、うん、ホストっていう、うん、いいじゃんいいじゃん、分類が、うん、僕も嫌いだよ、君みたいな勘違いした18歳、19歳お前みたいにな、人の人生潰してるやつ。19歳がこれから出てきたらね、嫌なんだよ僕も、うん、で僕もね会社経営してるし、こういう19歳とかがね社会人になったらもうこの世の中終わっちゃうよね。ブレイキングダウンいろんな人見てるわけよね、うん、何を勘違いしてんのよ。敬語も使えない、君の素行の悪さ俺いろいろ知ってるよ、うん、ね、何を意気がって分かんないけど、女の子とかに LINE じゃないや DM ね送ったりして遊ぼうよとかって言ってんの知ってんだよ。どこ情報か分からんけど俺 DM の返さんけどな。全然あるよ、うん、全然ある DM、 君が送ってる DM、うん、ほんで、うん、てかなんなら逆にこっちが試合してあげるよ。なんで上からなんか分からんしな、まずお前が、うん、君と試合してあげる。ホスト嫌いなんでしょ。ホストどの辺が嫌いなの、何が根拠で嫌いなの言ってみなよ。まずお前の顔と、何まず顔やろ、まずお前の顔、近いな近いな近いな、髪の毛だね、近いな近いな、臭い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 、近いな、近寄るな近寄るな、お前できんのじゃあ、何が近寄るな、まあ、近寄るな近寄るな、あっち行け、おい近寄るなって言ってんだよ。わかんないよ。ちょっと顔させてください、ちょっと面と向かって話してください。
ん、じゃあ何もしやん、何もしやん、何もしやん、お前何もしやん、お前そんなしかできないんか、お前どうしようんだ、ダッサいな、お前ダッサいな、ダッサい、どういう過ごし方したらそんなんなんだ、やりかしも来られへんの、お前エビってる、来いよ、試合でやろ、来いよ、試合でやろ、来いよ、いいよいいよ、態度が上からすぎる、とりあえず勘違いするのと大概にせよっていう、ファイブから出させてもらってて、オーディションも何回か経験してるんですけど、初めて殴られましたかなりムカつきましたねレオ見てるんだろこれ、はい、あ、よいしょ、こいつマジで俺のことガキ扱いしてくるからさ、ムカついてんねんな。なんかあったんすか？いや、なんか あちこちから連絡来て、なんかブレイキングダウンのやつがなんか演奏ことがなんか欠けてるみたいなのが、悪口してるみたいな感じで。ことの発端はレオの SNS、 しばきたいやつに遠線井上。オーディションの会場とかでブレイキングダウンの俺が普通におったら、なんか急にでっかいやつから頭触られて、こっちからしたら何やねんってなるやんってなって、パッて見たらそいつやって、俺からしたらほんまに全く知らんから誰と思って、で誰って言ったら可愛いなとか言いながら、いやそれちょっと片言やったから、あ外人かと思って、なんかよく調べたら遠征井上ってやつやったから、普通になんか知らんけどとりあえず芝居だろうかなみたいな。まあまあ彼がいろいろオーディションとか試合見たらイケイケなやつだから、それ見てたら可愛いなみたいな感じ、俺が書いて、そう俺がレオ君に対しては可愛いなみたいな返事出して終わったね。いい根性だねと思ったね。まあ相手にするわけないでしょうねまあそれも可愛いし、舐めてるやろマジで、この可愛い可愛いってハゲがよ。トランスケなんか言ってよお前さ俺に振るなよ、無言やめろよ、俺が一番嫉妬めんけん普通にこの3人の中で俺こいつ知らんし、え、知ってるっすか？全く知らん、知らんやんな普通に、ただのおっさんっすよ何がやばいんか分からん、知らないっすよ、ほんとよしよし、全然いけるっすよ、余裕やんなこんなん、はい、リョウ君はあっちにいるんでしょうね、まあ挨拶しようかなと思って。ああはい、まあまあでも直せそうですか、まあなんかプラダ持っていったらいけるみたいな。レオだ。ああ、仕切りやめて、仕切りやめて、仕切り、はい、仕切りやめて、仕切りどけ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 、落ち着いて、落ち着いて、はい、落ち着いて。話や。ちょっと何があったのか。こいつ俺のことガキ扱いしてんねん、マジで。いや可愛いよ。何がムカついた。俺の頭ポンポンしてきた。可愛いから。俺そういう感じだったね、若い時。根性があるから、ある意味でかっこいい。ただこっち向かってつるね、余裕で。それがやっぱり若いから、根性の方頭より超えちゃう。それかっこいい。選手としていいこと。ただ生きるためにもうちょっと
根性を抑えて頭使ってほうがいいと思う。5回やったら、いや10回やったら1回勝てるかなぐらいやから、まあ正味その9回に今回当たってしまったかなっていう。もう次は勝つな。ミスターコンテスト世界チャンピオンの村松健太です。やってみろ今。指相撲界の必殺。俺は求めてない。罵声ディーゼル能力が出ました。ダリをぜひここに呼んでもらえないですか。ブレイキングダウンの舞台に。もしあれだったら電話してみたら。あ、今、うん、ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションでの裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウンイレブンを一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンイレブン本戦は2月18日、東京ドームシティ内プリズムホールにて開催。ペーパービュー会場チケット販売情報は近日発表。クローズの監督とか。夜明けフィルム第1作、オーディション応募開始。お願いします。応募期間は1月11日。思ってもらうっていうのは。詳細は概要欄リンクから。つまんなかったら、えらい目に遭わされるんじゃないかと。ブレイキングダウンイレブンは剣獄のほか、オニマルホーム、イシュラ、そのほかご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。